皆さんこんにちは、国色ジョージです。2023年7月にコペンハーゲンで UIA2023 コペンハーゲン世界建築家会議が開催されました。この大会では3年に一度行われる UIA の総会も同時に開催され、そしてこの総会で新たな執行部、そしてカウンシルメンバー、評議員ですねが選出されました。私は JIA の推薦を受け、この UIA リージョン4第4リージョンを代表するカウンシルメンバーに立候補し、無事に選出されました。この YouTube チャンネルは私の今後3年間の任期中に JIA の会員の皆様に向けて、グローバルな視点で UIA を通じて世界建築界の動向をお伝えしていきたいと考えて立ち上げました。また同時に UIA とは何、あまり現在の JIA の会員の皆様方は随分遠いところにいうふうに感じられるかもしれません。 JIA では2011年に UIA2011 東京世界建築家会議を主催いたしました。私もその実行委員の中、その時期の実行委員として活動いたしました。諸先輩、引退された方々もいらっしゃいますけれども、この世界大会 UIA 東京に参加された方々もいらっしゃると思います。 UIA 東京大会が開催されてもうすでに13年経つわけですね。記憶も薄れ始めている時だと思います。私はこの UIA カウンシルメンバーの立場から、再び JIA の会員の皆様方が UIA に興味を持つ、そして UIA を通して世界の建築家への活動を行うというようなことを願っております。この YouTube チャンネルを通して過去の UIA の活動、 JIA の UIA においての活動、あるいは諸先輩たちをお招きしてお話をお聞きする、そして若い世代の JIA 会員にも参加していただき、 UIA について語っていただくというような、いろいろ試行錯誤しながらバラエティな企画を考えていきたいと思っております。皆さんどうぞこれから2年半極力月間で発信していきたいと思っておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回のカウンシルメンバーレポートをお楽しみに。今日はこれでお別れいたします。失礼いたします。